メアリー・ウェルシュ・ヘミングウェイは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、著述家であり、アーネスト・ヘミングウェイの4人目かつ、最後の妻である。ミネソタ州ウォーカーで1908年4月5日に、生まれた。1938年に、オハイオ州出身の演劇生のローレンス・ミラー・クックと、結婚したが、すぐに離婚した。離婚後に、シカゴに移って、シカゴデイリーニュース紙で働き始めた。 そこで出会ったウィルラング・ジュニアと友情を育み、その後もいくつかの仕事で一緒に働いた。ロンドンでの休暇中に、デイリー・エクスプレスが見で新しい仕事を始め、この仕事をきっかけに、第二次世界大戦前には、パリでも仕事をするようになった。戦争特派員として、制服を着ている、メアリー・ウェルシュ1940年に、フランスが陥落すると、ロンドンを拠点に、 戦争の取材するようになった。また、ウィンストン・チャーチルの記者会見にも出席した。戦争中に、二人目の夫である、オーストラリア人ジャーナリストのノエル・モンクスと結婚した。ヘミングウェイ夫妻1944年、ロンドンで戦争を取材していた、アメリカの作家アーネスト・ヘミングウェイと出会い、親密な関係になった。1945年に、モンクスと離婚し、 1946年3月にキューバでヘミングウェイと結婚した。メアリーとアーネストの気質はよく合っていた。アーネストの前妻のマーサンゲルホーンはアーネストが自分を支配しようとすることに不満を持っていた。メアリーは次のように書いている。私は彼に主人であって欲しかった。私よりも強く賢くあって欲しかった。彼がどれだけ大きくて 私がどれだけ小さいかを常に思い起こさせて欲しかった。1946年8月、子宮外妊娠のため流産した。結婚後、二人はキューバで暮らし、1959年にアイバホ州ケッチャムに移った。キューバ滞在中の1958年、ヘミングウェイの小説、老人と海をジョン・スタージェスが映画化した際、夫と共に亀を出演している。 アーネストはギャンブラー、メアリーはアメリカ人旅行者という役柄で、二人ともセリフはなかった。1961年7月2日の早朝、大きな音で目が覚めたメアリーは、夫が愛用のショットガンで自殺したことを知った。電気作家のジェームズ・メローによると、アーネストは銃が保管されていた地下の物置の鍵を開け、そこから玄関ホールに上がり、 友人と言っても良いほど常用していた二連式三弾銃で自分を撃った。メアリーをはじめとする家族や友人は当初は自己死と報道機関に伝えていたが5年後の報道機関へのインタビューでメアリーはアーネストが自殺したことを認めた。1961年にアーネスト・ヘミングウェイが自殺した後メアリーは彼の遺言執行人として移動祝祭日、 海流の中の島々、エデンの園などの遺作を出版した。また、移動祝祭日の原稿をソ連の翻訳家、タチアナ・クドリアフセワに渡し、英語版と同時にロシア語版の出版を実現した。1976年、ジデン・ハウイット・ワズを執筆した。メアリー・ウェルシュ・ヘミングウェイの詳細な経歴は、アーネスト・ヘミングウェイの数多くの電気やバーニス・カートの ヘミングウェイの女たちに記載されている。晩年のメアリーはニューヨークに移り65番街のアパートに住んでいた。1986年11月26日、長い闘病の末に78歳で死去した。遺言により、ケッチャムでヘミングウェイと共に埋葬された。ありがとうございます。